日本における漢字。日本における漢字では、日本で使用される漢字を総合的に説明する。日本において漢字は、表音文字であるかな、ひらがな、カタカナと並んで日本語を表記するための主要な文字となっている。現在、日本語の表記は、文部科学省の漢字制限、常用漢字、教育漢字を受けている。漢字の字体も、古典の観光や書道を、 一部の人名や企業名といった特定の分野以外では常用漢字表に基づいたいわゆる新字体を使うことが多い。また、英語圏でという場合は日本の漢字を指す。現代における日本語の一般的な表記法は漢字から混じり文であり、漢字とひらがな、昔の法令などではカタカナを交えて表記する。漢字は 実質的な意味を表す語に使われ、ひらがなは主に活用語尾や助詞に使われる。朝鮮語などでは漢字が主として、字音語にしか使われないのに対し、日本語では和語にも使われ、外来語を除いて、ほとんどの語に使うことができる。タバコやカッパなど、大航海時代以降に、ヨーロッパから入った語尾には、外来語であるにもかかわらず漢字が使われるものがある。 日本の事物を表したり、大航海時代だけでなく幕末、明治に欧米諸国から入った概念、用語を日本語に取り入れたりするため、中国大陸にはない和製漢字や国字も多数生み出された後、日本語における文字の使用は5世紀から6世紀頃の漢字の本格的輸入と共に始まり、漢字を日本語の音を表記するために利用した万葉仮名が作られた。 やがて漢字の相対をもとに平安時代初期にひらがなが漢字の一部をもとにカタカナが作られたとされる。なお、カナに対して漢字をまなと呼ぶ。日本語においては一つの漢字に多くの異なる発音があることが多い。また同じ発音を持つ漢字が多数あることも珍しくない。読み方は音読みと訓読みの2種類に対別される。 音読みは中国語起源の読み方である。語音、漢音、東音、漢用音がある。語音は5から6世紀頃に伝わった漢字音である。通説では中国の陸朝時代南部の呉れ地方から直接、あるいは朝鮮半島を経由して日本に伝わったとされるが、これを実証できる証拠はない。実際には物典などに基づく 関音以前の伝統的な読み方が、時代、地域などを考慮せずにまとめて、語音とされてきた経緯がある。関音は、奈良時代から平安時代にかけて盛んに送られた、剣道士、主なと高崎は、西北部の長安や、留学像が、当の首都の長安で学んだ読み方が輸入された。さらに、鎌倉時代から室町時代にかけて、前奏の留学や関連書の伝来。 民間貿易により、党員と呼ばれる読み方が伝わった。このうち最も体系的なのは、漢音で、漢用音は間違って定着したと分かったものや、体系に合わないものなどを、大正時代以降こう呼んでいる。日本漢字音の特徴は、中国語で、すべて一音節であるものが二音節化されるものが、少なくないことである。また、の閉鎖音、日は日本語では、 ふっつちくきとなった。このうちにあたる、ふは日本語の破行天校現象と、相まって、うに変化し、終始不終、あるいは即音や、つとして定着したものもある。あつあふあつ。小松の南高外微音は母音化され、ういとなった、東音では、ん。また古代中国語には、静音、無静音、濁音、有静音の対立とともに有気音、無気音の対立があったが、 日本語にはこの対立がないため字音に反映されていない。また成長も基本的に保持されていない。これらのことにより同音異義語が多くなっている。訓読みは個々の漢字が表す意味をすでに存在していた日本語と関連づけることであり、日本語の表記にも用いた。この際の漢字の読み方が現在の訓読みの起源となっている。訓とは中国においては、 難解な語をわかりやすい語で説明したり、古語を現代語で置き換えたり、方言を共通語で説明するものであるが、日本では中国語は外国語であるため日本語翻訳することを意味する。漢字は外国語、中国語を表す文字であるため日本語の語彙と一対、一対応するべくもなく、一つの漢字に多くの字訓が作られたが、やがて漢文を訓読で素読する習慣と相まって、 日本語の一語では説明できない微妙な意味合いは、切り捨て、一つの漢字につけられる訓はできるだけ、少数の訓読みに限定するように固定化でいった。このように、日本では漢字に、訓読みが定着し、漢字によって日本語を表記する技術を発展させていった。例えばタコを、タコ、ツバキを、ツバキ、沖を、沖と読むが、中国語では全く違った意味である。 このように、日本だけで通じる訓読みを、国訓という。動植物、特に魚の名前、鮭イコール本来は、鮭でなく、フグの胃、鮎イコール本来は、鮎でなく、ナマズの胃などには、国訓が多い。音読みと訓読みが一語の中で混用されることがある。音読み訓読みの順であるものを十箱読み、十箱、訓読み音読みの順であるものを湯頭読み、湯頭という。 日本語では漢字の読みが複数あるが、場合によっては漢字のみからなるある特定の語に複数の読み方がある場合がある。例えば、かなという語には仮の名前を意味する仮名という読みと、ひらがなとかたかなを総称する文字の分類語であるかなという読みとがある。日本語の用言、動詞、形容詞、形容動詞には活用があるので、 その活用する部分だけをひらがな表記して漢字の後に加えることが行われる。日本語はかなと漢字を多用する言語であり、場面によっては他にラテン文字アルファベットなども用いられるかなは基本的に表音文字、漢字は表意文字、正確には表語文字である。そこで漢字の発音が必ずしもわかりやすくない場合などに、 漢字の発音を仮名によって平気することがしばしば行われる。これを読み仮名、振り仮名、ルビなどと呼ぶ。日本で作られた漢字を告示という。告示には他の意味、あるいは日本、中国以外の国で作られた告示も存在するが、ここでは述べない。告示には峠、畑、辻などが挙げられる。種として音読みがないのが特徴である。ただしどう、線のように、 音読みを持つ少数の例外もある。また、中国語に取り入れられた告字も少数ながら存在する、線など。幕末から日本語の文字の改革について議論があり、漢字の廃止や制限などが議論されていた。1923年、大正12年に選定された常用漢字表を皮切りとして、1940年に日本陸軍が 兵器名商用制限漢字表を決定し、兵器の名に使える漢字を1235字に制限した。1942年には、国語審議会が、各省庁及び、一般社会で使用する漢字の標準を示した52528字の標準漢字表を答申している。GHQ の占領下の1946年、昭和21年、占領方針として、 漢字の廃止が政府決定され、廃止までの当面使用する漢字である1850字の東洋漢字を定めた東洋漢字表が告示された。1949年、昭和24年に告示された東洋漢字朝ザ表によって、俗字、略字、筆者体を多く採用した新字体が使われるようになった。ただし、新字体は俗字や略字の採用であり、 体系的な時代の簡略化ではないとして、漢字の体系を破壊した、と批判されることがある。例えば、竜、竜と、重ね、重ねと、滝、滝、仮、奥と、暇、暇、毒、毒と、食、食沢と、食、食などは、本来は、同じ構成要素を持つにもかかわらず、時代の変更により別の構成要素に見えてしまう、ものである。また、 1948年に東洋漢字のうち義務教育で教える881字を選んだ東洋漢字別表が告示された。これは教育漢字と呼ばれ、1958年この881字について弁議上統一した筆順が文部省から刊行された。1981年内閣告示の常用漢字表からは漢字表は漢字制限を目指すものではな。 目安となった。さらに2010年改定の常用漢字表には2136字が定めれている。そのうち教育漢字は1026字となった。日本で編纂された最古の漢字辞典は平安時代初期空海が編纂したという天霊版証明義であると言われる。次に小獣によって新鮮和座鏡といった緩和辞典が編まれた。陰性期には 類呪名義象が作られている。これらは漢字を字型によって分類した辞書、玉編の影響を受けているという。室町時代には、山和玉編、和玉編という緩和辞典が編まれ、室町、江戸時代を通じて流行し、山和玉編が緩和辞典を指す代名詞であったという。一方、自我の影響を受け、漢字を意味物に分類したものには、 平安時代中期、源順によって編纂された和名類受賞がある。また、漢字の字音を研究、分類した印象として、南北朝時代の修文印略がある。日本における漢字やその出典となる漢石の研究は、儒学が盛んだった江戸時代から、さらに近現代にかけて、拡大、進化した。戦前、戦後を通して編纂された大漢和辞典は、 用例がほとんどない漢字を含めて5万字以上を収録する世界最大の漢字辞典である。2018年3月には日本漢字学会初代会長厚地哲司が設立された。筆画を並べていく順番を筆順という。筆順は会書、行書、草書など書体により異なっており、また同じ書体であっても何通りかの流派があり、統一されたものではない。 国家水準で比較すると、日本と中国とでは、政府によって規範化された筆順が異なっているものも多く見られる。1958年、昭和33年、筆順指導の手引きが文部省から出されて、以降、学校教育でこれを絶対的に正しいものとして教えている傾向がある。筆順指導の手引きでは、多くは伝統的に古典などで多用された筆順が、 採用されたものの、一部には古典に全く見られず、作られた筆順も見受けられ、問題がないとは決して言えない。また、日本語では現在縦書きと横書きの両者が行われているが、徐々に横書きが優勢になりつつある。しかし、筆順指導の手引きにおける筆順は縦書きに適したものであり、横書きの際に不都合が生ずるという主張も中にはある。かという字は、 縦書きでは、一口進むという筆順にすると書きやすいが、横書きではむしろ、一進む口とした方が手の動きが少なくて、進むらしい。中国の漢字は、象形文字として、その成立の時代において、すでに美や木線など呪術、宗教的要素を含んでおり、甲骨文字、その造形性が支えられていた。漢字は後に、天書、霊書、開書、行書。 奏者などの書体を完成し、日本にも伝わり、日本においてもそれぞれの書体を通じて、美の追求と創造が試みられている。しかし、活字や本とのみを文字と考える、現代の文化について、白川聖は、文字商用に、漢字の本質から言えば、あの活字として、図形式されたものは、むしろ文字の符号であり、装飾体であって、文字そのものではないとも言えるのである。 文字を図形的に成形しようとする常用漢字における字形感は明らかにそのような大敗と堕落のうちから生まれたものであると記している。自分自身や仲間内にだけ見せる手書きのメモで画数が多い漢字を簡略化して書くことは多い。この他にも従前から自動車のナンバープレートや交通標識、外国映画の日本語字幕などには 筆画を省略した独自の字体が採用されてきた。これらの場合は高い視認性という要請がある。またパーソナルコンピューターや携帯電話機などでは機器の多額表示能力の低さ、表示画面の境いなどから漢字の筆画を省略した新たな字体が採用され、多くの日本語使用者の目にするところとなっている。それらの新字体について石川休養は将来の日本語、 さらには、日本文化、日本人の精神に悪影響を及ぼすのではないかと、懸念する面倒を出している。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。